円貸し手が今夏の補強終了へ。ESPN によると、来シーズンはさらなる記録更新が期待される同クラブだが、今夏の移籍市場では既存戦力の維持に努め、新たな選手を補強しない可能性があるという。マンチェスターシティは2023-24シーズンと同様のメンバーで来シーズンに臨む準備を進めており、選手が退団を希望しない限り、今夏に大きな補強は行わない模様。なお、以前からマンチェスターシティは、ニューカッスルに所属するブラジル代表 MF ギマランイスに関心を寄せていると噂されているが、デブライネ、Dシルバ、マテウス・ヌネスのいずれかがクラブを去った場合に、獲得が検討される予定だ。シティに行きたい人がいないだけでは、リスクが高いしね。急に FFP 気にしてるのかも手遅れだろ。そりゃこれから海の底まで沈む船にわざわざ乗るやつはおらんやろ。115件の不正から逃げんなよシティ。言うほど補強いるのかね。デブライネ、シウバが残るんなら、いらないと思うけどね。それにしたって、FFP に抵触しているのでは？処分の話は一旦置いておいて、どうしても補強しなきゃいけないポジションってのがない。そもそもシティではポジションという概念自体が消えかけてる。不正処分、別府退任が重なれば出ていく選手はいれど入団希望の選手はいなくなる。かつての夕べのように男気と忠誠心で残る選手が今のシティにどれだけいるだろうか。パケタのことを救ってやれよ。どうせならペップがいなくなってからどうなるかが見どころ。